今日は筋トレで重りを持ち上げるポジティブの動作で大小筋を鍛えるためのポイントを5つご紹介させていただきたいと思います。で、前回の動画ではそれとは逆に重りをゆっくりと元に戻すネガティブの動作をより効果的に行うためのポイントについてお話をさせていただきました。まあ、軽く内容を、ね、おさらいさせていただくと、筋トレの動作というのはポジティブとネガティブの2種類があって、その2つを比較するとネガティブの方がより強い刺激を筋肉に与えることができるということで、まあ、その理由として、ネガティブの方が発揮する筋力が弱いので、同じ重りを支える場合一本一本の筋繊維にかかる負荷は強くなるということをですねお話ししました。あと、筋肉が収縮したまま引き伸ばされていくっていう状態を作ることが大事なので、重りはゆっくりとコントロールしながら殺すことが大事なんですよということもですねお話しさせていただいたんですけども、今日はそれと同じような感じで、ポジティブの動作の基本的なポイントをですね、お話ししつつ、それを踏まえた上で、対処筋にしっかりと効かせるために僕が大事だと思う5つのポイントについてですねお話をさせていただきたいと思います。で、そのポジティブの動作はですね、先ほどちょろっと言ったようにネガティブの動作に比べると、筋肉にかかる負荷はね弱くなるということではあるんですけども、それはあくまでも物理的な比較として強いか弱いかっていうだけで、ポジティブの刺激もですねもちろん筋肥大にとってはとても効果的です。それは、スポーツ選手の体を見てもよくわかるところではあるかなと思うんですけども、例えば競輪選手の足ってめちゃくちゃ太い足をしてますけども、競輪選手の動きっていうのはペダルをこういうふうに漕ぐ、回転させるっていう動きで、基本的には押す動作しかないですね。ポジティブの動作しかないんだけども、あれだけ、太い足を作ることができるというのは、ポジティブの動作が筋肥大にとって効果的な証明になるのかなというふうに思います。そのポジティブの動作を行うときに、基本として一番大事なポイントというのは素早く重りを動かすことじゃないかというふうに思います。で、その理由は、素早く動かす方がたくさんの筋繊維を動きにね動員することができるからなんですけども、例えば10キロの重りをこうやって支えた場合ですね、重りが動かなければ10キロに対して10キロの筋力を発揮しているということになるんですけども、それをなるべく早く動かそうとするとかなり強い筋力を発揮しないと早く動かせないので、例えば20キロとかね25キロとかそのぐらいの筋力を発揮するということになると思うんですけども、強い筋力を発揮すればですね、それだけたくさんの筋繊維が、動きに動員されますので、たくさんの筋肉に刺激を与えることができるということになりますから、基本的にはねポジティブの動作は、なるべく素早く爆発的に重りを動かすということが大切になってきます。あとはそのしっかりとね重たい重量を持つということも筋肥大にとっては有効なんですけども、重たいものを持った場合というのは、自分にとって重たい重量というのは、重たいですから早く動かそうとしてもね動かせないので、はたから見るとゆっくり動かしているように見えるかもしれないんですけども、自分の中では、すごい重たい重量でもなるべく早く動かそうというふうに努めることは大事です。そうすることによって、たくさんの筋繊維を動きに動員することができて刺激を与える筋肉の数も増えるということになります。それが、ポジティブの動作の一番ね大事なポイントだと思うんですけども、ただここで気をつけたいのが、その爆発的に重りを動かすっていうことがあくまでも対小筋の収縮によって起きなきゃいけないっていう部分がですねボディメイクにおいては要になるところかなというふうに思います。で、そのためにですね今からご紹介する5つのポイントはですね、僕自身がそのすごい大事だと思って実践していることでもあるんですけども、はい、ということで、順番にねご紹介していきたいと思います。で、ポジティブの動作というのは、基本的には対小筋が伸びた状態、ストレッチした状態から収縮させていくっていう動きになりますので、下から順番にね、いこうと思うんですけど、まず一つ目は、その伸びた状態、ストレッチした状態の時に対小筋に重りがかかっているということです。で、二つ目は、そこから動かし始めるわけなんですけども、動かし始めが対小筋の収縮でスタートするということ。そして三つ目が、その動きをね、なるべく爆発的に行うんですけども、いきなりドンっていうわけではなくて、徐々に加速させていくような動きで、素早く上げるということ。そして4つ目が、加速しっぱなしだとトップがね、放り投げたような状態になっちゃうので、そうじゃなくて、置くような状態でトップを作るということ。そして最後、5つ目は、しっかりと
収縮した状態をトップポジションで作るけど、負荷が抜けないところで切り返すっていう、まあ、その5つがですね、僕はポジティブの動作で対照的に効かせるためにはとても大切かなというふうに思います。で、今お話しした5つのポイントを、ダンベルカールを例に実演をしてみたいと思うんですけども、ダンベルカールのボトムポジションは、このようにね、肘が伸びた状態からスタートしていくわけなんですけども、まず1つ目のポイントは、ボトムで体側筋でしっかりと重みを受け止めるということで、肘がねだらんと伸ばしてしまうと、これは脱力して負荷がかかってませんので、ちょっと肘曲げた状態からスタートするということで、まあ、こうやってね上半身に負荷がかかります。で、2つ目のポイントは体側筋の収縮で重りを持ち上げるということで、この肘を曲げるというですね、最初の動きを上半身の収縮によって始めるということが大事になります。で、3つ目はですね、いきなり爆発的に上げるんじゃなくて徐々に加速させていくということで、いきなりブーンってこう力を入れるとですね、結構この肘だったりとか、あと肩の筋肉を使っちゃったりね、してしまいがちになると思うので、最初は上半身の収縮で上げて、そこから加速させていくみたいな、まあ、そういう意識を僕は持ってね、ダンベルカールやるんですけども、ダンベルカールは前腕がですね、地面に対して水平になる部分がですね、スティッキングポイントになりますから、ここを素早く通過させていくという意識で、スタートからですね、加速していくみたいな意識で持ち上げます。で、4つ目が重りを放り投げるんじゃなくて置くようなイメージでトップに持っていくということで、ダンベルカールの場合スティッキングポイントを超えるとだんだんと負荷が軽くなってくるんですけども、同じような加速のままですね、上まで持ち上げるとこんな感じでこう重りが振り上げられてトップでこうなんか自分の方に体に当たってくるような動きになってですね、それだと勢いがついちゃって収縮ポジションでね、負荷が抜けてしまうので、スティッキングポイントを超えたら加速をちょっと緩めて上にその収縮したポジションに、ダンベルを置くようなイメージで僕はこのね、トップポジションを作るようにしています。で、5つ目のポイントは、しっかりと負荷が抜けない範囲で体側筋を収縮させるということで、例えばダンベルカールの場合ですと前腕が地面に対して垂直を超えてしまうと、上半身がねこう収縮した状態になっていても負荷はかかってないので、負荷が抜ける手前というと前腕が地面に対して垂直よりもちょっと手前、このぐらいの角度で一番肘が曲がってね、上半身が収縮した状態を作ることが大事なので、まあ、こんな感じでトップポジションを作ります。そしてまたネガティブの動作になるんですけども、で、ボトムで二頭筋で重りを支えたら、そこから同じように5つのポイントを意識しながら動作を繰り返すという感じで行っていて、まあ、これでですね、ポジティブの、動きでですね、しっかりと上半身に刺激をかけることができると思います。で、これは他のどの部位においても同じで、例えば大胸筋を鍛える場合は、大胸筋のボトムポジションというのは、このようにね、肩甲骨が、寄って、ストレッチされた状態になってますので、例えばダンベルプレスを行う場合、ボトムポジションでしっかりと大胸筋で負荷を支えた状態を作って、そこから動かし始めは大胸筋の収縮によって重りが持ち上がる、まあ、そのためにですね、肩甲骨を、しっかりとこう寄せたまま胸を張った状態で上げるっていうフォームもね、大事になってくるんですけども、で、それで大胸筋で上げ始めてから加速していくみたいな感じでスティッキングポイントを超えて、で、そしたら、上までね行くと長負荷が抜けてくるので、そこで放り投げるんじゃなくてトップに置きに行くようなイメージで、で、しっかりと大胸筋が収縮するポジションをトップポジションとして作るみたいな感じで意識していただくと、しっかりとね、胸に効かせることができます。で、これが背中の場合ですと、ボトムポジションというのは背中がストレッチされた状態、肩甲骨が開いた状態で、そこからスタートしますので、例えばラットマシンの場合ですと、このようにバーに引っ張られて肩甲骨が開いた状態で、この時に広背筋を狙うなら広背筋にしっかりと負荷がかかっている状態を作って、そこから広背筋の収縮で重りを動かし始める。で、そこから、加速していって、広背筋が収縮したポジションを作るんですけども、この時に、こう投げるんじゃなくて、しっかりとここのポジションにね、重りを置きに行くようなイメージで、最後は広背筋を収縮させる。
みたいな感じで、まあ、どの部位においてもね、この5つのポイントっていうのは意識していただくと、しっかりとポジティブな動作で体操筋を鍛えることができると思いますので、まあ、ぜひね、一つの参考にしていただければと思います。じゃあ最後に、ポジティブの動作でもう一つ大切だと思うポイントがありますので、それをお話しして終わりたいと思うんですけども、これまでポジティブの動作はなるべく素早く重りを上げることが大切だということをね、お話ししてきてるんですけども、それとは対照的に、ゆっくりと重りを動かすトレーニング法もあって、それもですね、筋肥大にとっては有効なやり方になるんですね。筋肉に対する刺激っていうのは2種類あって、一つは重たいものを動かすことによって得られる物理的刺激で、もう一つは筋肉の中に乳酸が溜まったりとか、筋肉が酸欠を起こしたりとかね、その筋肉の環境を破壊することによって得られる化学的刺激という2種類の刺激があります。どちらも筋肥大にとって有効 で、その化学的刺激を与えるためにはですね、まあ、素早い動作よりもゆっくりと丁寧な動作で行う方が、優れているんですね。なので、その、例えばゆっくり上げ下げするスロトレというトレーニングがあるんですけども、そちらをですね、やると、本当にその体操筋にめちゃくちゃこう、熱さを感じたりとか、痛みを感じたりとかね、その、効いてるなっていう感覚が感じられやすいんですけども、そういうトレーニングも、筋肥大にとっては有効で、大切なのはですね、同じやり方を常にやるのではなくて、変化をつける。っていうことが大事になります。そのためにですね、ポジティブの動作のスピードを変えるっていうことはとても有効ですので、まあ、基本的には全身性の原則にのっとって重たい重量を上げるということを意識して、その重量をですね、更新していくっていうことを狙っていくんですけども、たまにはゆっくりと丁寧に動かす対象筋にピンポイントに重量をかけるようなですね、動きを意識して、その化学的刺激を与えるっていうことも取り入れていただくと、まあ、筋肉に対してね、新鮮な刺激を常に与えることができて、まあ、筋肥大をですね、効果的に行うことができるというふうに思います。という感じで、今日は筋トレで重りを持ち上げるポジティブの動作で、対処筋をしっかりと鍛えるための方法として、まあ、基本的なお話と、あと、僕が大切だと思う5つのポイント、あとは、動きにのスピードに、ね、変化をつけて筋肉に対して新鮮な刺激を与えることが大切なんですよっていうことをね、お話しさせていただきました。ぜひね、一つの参考にしていただければと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。